東駅と西部新宿駅と JR 及び東京メトロ、新宿駅の位置関係。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、電車アイコンをクリックして表示される。新宿西口駅は東京都新宿区西新宿一丁目にある東京都交通局大江戸線の駅である。駅番号は E01。大江戸線の駅では最も若い駅番号が付けられているが、 当駅始発の列車は設定されていない。開業時は、小田急百貨店前の駅名閉賞があったが、その後駅名表の下の閉賞表示板は撤去され、施設案内も放送されなくなった。後に、損保ジャパン日本興は本社前の閉賞表示板が設置されたものの、2016年時点では、再び撤去されている。都庁前駅、都と管区都庁前駅、都と区の非管理駅、 直営駅、島式ホーム一面二線の地下駅。地下4階にあり、JR 新宿駅西口の北側よりから、新宿大ガード西交差点付近に位置する。JR 東日本、京王、小田急各線の新宿駅及び西部新宿駅と、相互に乗り換えができるほか、東京メトロ、丸の内線新宿駅とも連絡している。 2019年度の1日平均乗降人員は6万1649人である。開業以来の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通り。D5、出口付近に新宿広高寺バス停があり、以下の路線が関東バスによって運行されている。なお、上記以外にも新宿駅、西口バス停から多くの路線が発着している。詳細は、 新宿駅のバス乗り場の項を参照。かつては京王電鉄及び小田急電鉄の新宿駅と当駅の連絡定期券の購入はできなかった。ありがとうございます。